なかなか枠取れなかった。 まあニコニコが一番活気がある頃よりはいいけどな。だいぶ取りやすくなった。そんなわけで続きです。もう一回ちょっとやり直した。せっかくだから。このケースなんだっけ？あ、これか。じゃあ続きでこれいくか。和骨です。いらっしゃい、犬さん。いらっしゃい。コナミ、クロノトリガーがちょっと若干奇跡チックだ。なんでだよ。 Z さん、20さんいらっしゃい。トリゴミ大将さんいらっしゃい。1と2はセットだよね。これでもそっか、まあそうだな。次はサターン優勢でコナミも中立だったんでしょうね。本当にこのゲームはお金の単位が神ですね。嘘。トンファー主人公は2だっけ。いやー、それは2かもしれない。これ出て嬉しかった。ほう、あー、なるほどね。かった。そうなの。マジか。どこだどこだ。やべえ、俺は名前を入れてるってことはやらなきゃいけないんだこれ。出だしなんかねえかな。このゲームファン多いよな。どん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 。プレステ初期では要は RPG。 初期なんだね、意外と。中立かな。わら、フィールド移動がちんまりしてて好き。いやでもあの頃あのね、あのサターンもプレステもいい感じにソフトはちゃんと出してたよね。パズル玉はサターンに出さなかったね、なぜかね。出したんだっけ。出した記憶がないの。これ95年発売なんだ。うわ、これは、そっかそっか、なるほど、なんか始まったな、始まったな。なんかすげえ始まる、メイドに話を聞こう。近いなぁ、距離が。無駄にボスの HP 多かった。あ、そう。ウェンディーのは出してないよ。そうだよね、出してないよね。スイコデンだからね。強ししっかりしなさいよ、スゴミだしな。アークザラット1ががっかりだったもんね。なるほど。恋人の距離ですわ、わら。そういう、すっげえ近かったよね。ついてたな、わら。わ、来た。越剣、越剣って。次行っていい？次のソフト行っていい？自分じゃ言っちゃいけなかった。どうしてまでこのゲーム印象ねえんだ、まだ。俺の中ではな。やっぱなんか、中華一番の主人公みたいな格好してね、こいつ。中華一番のが後かな。そんなわけねえか。うわ、すげえな。ルークさんいらっしゃい。肩凝ってきたー。なんかしねえ。チャーハン作ってず。RPG が一番ジャンルの中で苦手かもしれない。そろそろパロデウス出てこないかな。パロデウス。ああ、いや、今回ちょっと抜いたかも。何だったの何だったの。何があった。雷落ちた。トラリュークだ。トラリュークだ。古竜祭か。村山さん戻ってきてほしい。村山さんって誰。神スープ先に出されて負けそう。チャーハン作ってんのに。それずるくない。チャーハンに対するカニスープって何なの。電源ケーブル差し直して復帰。あ、何だったんだろう。謎だね。抜けかかる可能性あるな。昔職場にパソコンが100、200台ぐらいあったけど、やっぱりケーブルが抜けて切れるっていうのがあったからね。200台もあるとさすがにケーブルが取れるのがある。1個ぐらいは。毒に、それはあれじゃん。鉄鍋のジャンじゃないの、それ。お前の飼ってるマルチーズみたいなやつでしょ。ちょっと待って、しまう。ハオって誰？クッキングファイター？忘れてないよ。料理芸なのかな、あれ。なんか上にピラピラ出てるけど、何これ。原水のプロデューサー、3作ってる途中でコナミやめた、村山さん。途中？ 3 の、3？ そっか、3は評判、だからどんどん評判悪くなったよな。コナミ！サーンとプレステのソフトの傾向の違いってなんかある？セガらしさと、は、あれだな。若干サブカル臭さとの違い、なんだろうね。セガサターンは洋ゲーも、いやーでもちょっと難しいね。こんだけソフトあるとそんなに簡単に分けらんない。そうね、まあね。どうなの。あれはだからドリキャスの時だっつってんだろ。それを言い始めたのは帰ってプレステしようぜ。プレステは参入メーカーの幅が広かったイメージ。そうね。サブカル臭さか。それは大事すぎる。っていうかね、スーファミっぽい。スーファミがプレステ。セガはセガ。ね、そういう感じ。ジルオールって PS2 だっけ？プレステ1ですよ。あ、ジルオールはプレステ2。ジルオール1。1です。続編は出たけど。やるのこれ。ちょいやるか、ちょいちょいちょい。おお。
飛び込むと後のオープニングまではダメかな。飛び込むと後のオープニングまではダメ。日本語でお願いしたい。落下するとこ？神ゲーですね。90個目さんいらっしゃい。いや、これはさ、やれないんだよ。よくできすぎてて、俺は。ちょっと重すぎる。少年の親友同士の少年が敵と味方に分かれて戦う話なんて、もう嫌じゃん。もう嫌じゃん。最後はどうせもうこっちに戻るんだろうけど嫌じゃん、なんか辛いじゃん。ハウス名作劇場最終回はハッピーエンドかもしれないけど、そこにたどり着く1年間辛いの嫌じゃん。小公女セーラとか、私のアンネットとか嫌じゃん、もうあんな見んの。1年間ずっと辛いの嫌だよ、もうそれ。最後はハッピーエンドかもしんないけどさ、途中がずっと苦痛という、最後救われたって途中が、道中ひどすぎないあれ。急しろ。いや、だからさ、最後良くても途中が辛すぎんだって、あれ。ナマステじゃねえよって言われる。平和1年本特用だったな。そうだろ？手遅れはコツ。なあよ、お帰りじゃん、いらっしゃい。時代は親と敵対するしな。簡単に言うと不思議遊戯。ミラクルラーか。不思議遊戯見てたな、エヴァンゲリオンとかと共にな。セイラは最初の数話と最後の2話が意外は地獄だよね。そう。希望が見えてもなかなか抜け出さないからさ。狼は全部重い。マジか。ロッテンマイヤー。ロッテンマイヤーってハイジだっけ？ペリーヌは努力がどんどん、あ、ペリーヌね。でペリいや、俺が挙げたやつ2つはかなり最初と最後以外全部苦痛じゃん。ああ、そうなんだ。マスクマンもな。マスクマンも最初で仲違いしてな。何の話だっけ？へぇ。疲れちゃった。サブゼロでさえいらっしゃい。なんかお久しぶりな気がしなくもないけど、そうでもない。ゲーム探しは取りてんだけどな、そろそろ。あれ何なんだろうな。見とくか、一応。一応見とくか。ちょっと水飲んでいい。うん。裸に見えた。誰が？あれ原作。ああ、一番最初のやつな。原作にもあったから。あ、原作にもあんの、あのマシンが。もちろん黒ピリオド版です。黒豆付き版です。これは読み込みが早いバージョンアップ版、バージョンアップ版っていうのかな、修正版。もちろん修正 無修正版も持ってるけど、別に脱ぐわけじゃないよ。モザイクがあるなしとかじゃないよ。今で言うアルカナハートかな。そうだね、開発スタッフもかなり近いんだっけ。ひなわ銃とかだった気がする。そうなの、ひなわ銃なの。時代は、いやまあ、七瀬葵はね、時代を感じるかもしれない。今はいない、いないっていうか、まあ、一線ではないかな。これ声入ってないよ。無修正はまずいですよ。いや、これ修正版だから。読み込みめっちゃ早くなったバージョンだから。まあ、アスカでやるか。BGM だと。トラミ先輩もやりたいけど。そうだね、確かに。キャラが急に太くなったよね、途中から。長いね。あれ黒丸マンなんだけど、これ。ここは遅いのかな。まあいいや。いよいよだな。ああ、先輩。ちょっと固いて。こんなストーリー版なんだな。普通にアーケード版かと思ってやっちゃった。これ続編の方がなんかもうちょっと面白かったな。でもこれ一番やったのはこれだわ。所詮プレステのロード時間なんて笑。そうな、でもこれでも早い、かなり早くなって、倍以上早くなったでしょ。 R18 と聞いて違う意味とは思うけど、今見ても可愛いな。そうな、だっていや、あれよ、この絵描いてる人は日本で一番可愛い女の子が描ける絵師と言われてたんだよね。七瀬葵、ナコルルとかも描いてるな。でもあれを元ネタ描いたわけじゃないのかな。攻撃の総裁とかあったっけ。あるボタン配置忘れちゃった。あ、うわっそ、うっそ、受け身もあるし、あれ弱が出ない。クラスメイトの中にこれの日本一の人がいてる。すごかった。ただ俺一緒にその人に修行つけてもらってたから、弟子というか、一緒に大会出ようぜっていう名目でやってたんだけど、結局なんか大会がなかった。あとその人の対戦データ全部消した俺が、うっかり上書きした。科学部物理、俺の弟子にならないかい。弟子になる。俺まだ必殺ってね。逃すゲームを思い出した。どれ VG かい？メロメロクラッシュに聞こえない。違う。フェノメノンクラッシュ。
いや、モーション、大ジャチみたいのあるね。大ジャチなかった。どれ？サッカーヒ、わら。どうやったらこれの日本一なのか検討がつかねえ。公式大会に出て、公式の大会ですよ。友達に借りパクされたわ。これ？これでもすごい安くなったよね。いっぱい出たから。ドロチナギってどれ？これ？これのこと？くらえってこと？いや、いやーどうだ？どっち先？どっち先？微妙な感じだな。いやこっち先か？なわけで。このゲームが 2D 格ゲーはパンツ見せないという風潮を作った先端だよね。いやーどうな、その後でも見せたゲームなかったっけ？クリオブハート。ハマったあとこれどうする？マジかよ。マジか、妖精さんも来た。FM ダウンズ、そうだな。93年だったかな、これ。なるほど。俺職場にバーチャロンの北海道一の人がいて超うまかったね。すっげえ感動したもん。バーチャロンってこういうゲームだったんだって思った。びっくり。なんか北海道で盛んに大会が行われたらしいけど、68番いつ。マーケンドはスーファミ後期じゃない？だからやっぱ95、6ぐらいじゃない、時期としては。半年ぶりに PS3 起動したらアプデが終わる。終わんねえんだよな。あれもう一回電源切れてそのまま放置される。社長の周り日本一多くね。そうなのね。なんか日本一の人多かった。東神殿の日本一はよく分かんなかったけど、その人がゲームショーで東神殿2をやったらめちゃめちゃコンボつなげてて、なんかギャラリーの女の子がキャーキャー言ってたの。東神殿ってだからキャラ人気があったのかもしれないな、そう考えると。ダッシュとジャンプはキャンセルするもの、そうだな。あとちゃんと94、KOF94 みたいに酒があったりするし、システムはかなり充実してるよね。そう、キャーキャー、すごいって言ってたよ。女子高生みたいなのが。痛い女子高生みたいなやつがね。いや、でもギルティギアもそうだったんだよね。ギルティギアも発売前からそんな感じだった。キャラ人気がすごくて。発売してないよね、これって思った。秋葉でね、秋葉でこうゲームの画面がバーッと流れて PV が流れてて、そこに群がる女子たちがいた。おやすみなさい、今日まだ終わんねえから。再起動するまでの流れが滑らか。俺もダークエッジ極めてキャーキャー言われたい。ファイターズインパクト好きだった。ファイターズインパクトゲーセンでやった。結構俺はゲーセンの方がやった可能性があるな、プレステ版より。なぜかゲーセンでハマってた。誰も対戦したことは、対戦1回ぐらいあったかな。1回ぐらいあったかもな。ゲーセンであれを対戦するってなかなかない。格闘で発表してたよね。あ、そういうゲーム結構あるよね。あのカプコンのさ、ファイティングジャムとかもそうだよね。リディクルーに言われたいね。浴びせ蹴り当てるために、キャーキャーって言われたよ。俺がギャラリー作ったゲームなんか、ビーマニとガロー、違う、サムライスピリッツ、天草降臨と、あとなんだ、なんだろう、イングリッド以外いなくなっちゃったの、俺キャラ。ファールさんいらっしゃい。こんばんは、パチパチさんいらっしゃい。これなんかすごい、なんでこれ。あー、これか。2の方が良かったから、やるか。見ても、多分誰も覚えてない、ムービーなんか。このゲームは覚えてるだろうけど、分かっちゃった？これも好きだった。これもゲーセンで結構やった記憶はある。せめてじゃあこいつでやるか。うわうわ、一発目からこれか。若干これはファイティングバイパーズだよね。エアガイツか。この前やっちゃったから今回は入ってないな。アリスで何回抜いたと思ってるの。いや、お前か、お前いた。そうだった、いたわ。今日本物がいたわ。レベルの違う男が。アリスってあの、そういうウサギかな。どうやって吹っ飛ばせばいいんだっけね。なんかの技で当てないと外には落ちないんだよね、これ。結構難しかった気がする。壁を何回も何回もぶち破るの。そうそうそう。覚えられてるっていう悲劇。ケモナータイム、わら、中央かな。格の違い。格違うよ、ちょっと誰も行かないとこだけど。グシアス。あ、こっち、あ、獣さん、名前は獣だけど、全然妖精さんに立ち打ちできない獣さんいらっしゃい。レベルが違いすぎん。あ、アボボだ。そう、イエス。本物、わらわら。本物、名前は本物だけど、レベルは違う。
普通のさ人だから。そこまでちょっとなんか遊び方違うな。噛みつき、いや俺これねプレステ2版一番やったかな、あのモグラ、学生服のモグラのやつ、あいつでめちゃめちゃやすと店長とずっと殴り合いしてた。ゲーセンのイメージそうだな。てかなんか音ちっちゃくね。分かった、思い出したボタン一つ一つっていうかパンチ波動拳とかキック波動拳に技があって、で獣ボタンがあって後ろカードなんか違うな。動きは悪くないよね。いや全然いいよこれ。30代前半。いや違う昭和51年生まれです昭和51年生まれっていうことは1976年だな。全然若くないぞ俺。おっ君たちのお父さんぐらいのね。誰が誰か分かんないけど、いや俺より年上の人いるけどさ。これあダメだ、繋がんないわ俺で。そんな若かったらあんな動画作んねえから。そうだよ全然あれ。いや正直ねそうよ、プレステのこととかよく分かんない人は作れないよあれ。作っちゃダメなと思う。全部ソフト把握してる人じゃないと許されない。だからこそ作った。よくられた。いやあるじゃん。ちょっと待って、やっぱでも若い38歳ですよね。ああどうなんだろうね。嬉しくない感じだけど、まあしょうがないよな。そういえばうちの母親もそういう人だからしょうがない。普通に女子中学生とお笑いのお笑いについてはった急に話し出したりする。若さはプラズマそうサンバルカンかな。30代の人はゲームに関してほんとクリエイティングがいるんだよな。ああまあしょうがない時期だよね。いやファミコン世代っていうかさ、やっぱりファミコンゲームが最新の一番最新の遊びだった、それ以上のものはないっていう世代の人はやっぱり他の世代とはちょっと違う難しいところだな。そう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 、まあ、ゲームだけやってりゃなんか良かったみたいな世代でもあるよな。だ逆にそれしか知らねえっていうか、いやそんなことないよ、そう俺だけだけどさ。マジで今いくつの人がいるの。アジトってねプレミア一時期ついてたけど一時期下がってまた上がったかもしれない。アジトさんが妙に高かった。あ高かった、今でも高いかもしれない。俺もその世代の人にいろいろ教えてる。あなるほどね。僕はゲーム屋の店員はやってたで、いろんな人にゲーム好きな人いろいろ会ってきたけど、やっぱり俺世代の人ファミコンから入って小学生の時にファミコン出てるっていう世代が結構でかい。そうねそうね、ほんとそう、移植が完全移植ができない時代ってそこの楽しさと不安と期待があったよね。てかなんかこうちょっと待って倒しちゃった普通に。これかなアリス。あこれかアリスか。あ空中変身、えなんかもっと技あった気するんだけどこれ。あなんか運は落胆したよどういうこと。あのスーファミ版の話してんのまさか。スーファミ版はあの頃正直言ってもうネオジオ買ってたからね俺。高校生の時の夏のバイト、ひと夏のバイトで全部バイト代使ってネオジオ本体買ったから。ちょっとトイレ行ってくる。行ってらっしゃい。嘘だ。え LOV って何。ちょっと待てよ、超必殺技。あれはあれです。あれ面白いね。ネオジオはドンキ。ネオジオ全部買ったらね10万8万本体とコントローラーとソフト1本とで8万9万ぐらいかかった。あなるほどね、そうだろうね。そうなんで俺はもう4歳からゲーセン行ってるからもう全部そのファミコンなんてちょっとヘボいのしかねえわっていう印象しかない。違う、あのサムライスピリッツ1だね。まさかマックスゾーンはロボアーミーでもう買うしかねえってなったわけ。なわけねえだろさすがに。せめてエイトマンにしてくれそこは。俺はもうねサムライスピリッツ1作目あれでも買わなきゃいけなくなった。あー得点王かな。あーわかる。サムスピで売れたんだよね。サムスピの家庭用はめっちゃ売れたんだ。すぐるさんいらっしゃい。
サターンはまだ移植に不満があって、あ、ドリキャスにはなかった、確かに。そうだね。あ、懐かしいカプコンだ。エイトマカブタ。頑張れ森川くんに5ある。俺いや森川くん持ってるけど俺嫌いなんだよね。プレステで一番嫌いなソフトかもしれない。サムスピ RPG は黒歴史ですか。新品で買ってすげえ損したゲームだと思ってるから。楽しさが分かればいいけどな。サムスピ同期のネオユーザー多いよね。ロボのサッカーのサムスピ同期、そうそう、多いんだよ。めっちゃ売れたんだよね、サムスピ。サムスピ人気がありすぎて、家庭用の発売が遅れたんだよね。ゲーセンでめっちゃ評判良くてさ、まだ家庭用出すの早いってなったの。ドリキャス、そうだな。まあ、サターンも完全食ちょろちょろ出てきたけど。そうなの？いつの頃？何をするバイトなの？あ、見え、コッパヘッド、嘘でサムサク。そうなの。実写版じゃないのか。ごめん、実写版はすぐ背中にあるけど、今日はこっちだね。そう、結構これ俺の中ではプレステの中では結構でかいポジションもある。なんかこれが出た時になんか結構なんだ、一つ一つ進んだ気がした。うん、俺はこっちだね。そう、これいいゲームだね。系列のゲーセンですよ。新たなソフトを安く買えたのが唯一。系列ゲーセン。かなり出来良かった。かなり良かったよね。は何気に好き嫌い分かれてる。演奏はコツ。うん。そうだね。前提にして明け半作り始めた時期か。あー、なるほど。これは同じだって。完全違うだってね。あー、はいはい。サッカーブロールじゃなくてなんだっけ。普通によくあの2020とかでしょ、とかあれの流れでしょ。サッカーブロールじゃなかったっけ。違う、カプコサーカスかな。笑う。そう、カプコンサーカス。カプコンに面接行った時、うん、好きなゲームは虹色町の奇跡と言ってしまった。結果は、ネオジオカセット品切れ、朝に店頭で待ってた人いたりね。キングオブファイターズ94とかめちゃめちゃ売れたからね。俺は最後の1店舗、もうここには絶対売ってないだろうっていう1店舗で唯一売ってた。サイバーブロールサッカーの近未来のやつってサイバーブロールだったっけ。違う、サッカーブロールだっけ。落ちたんかい。カプコンの面接、そっか。なんて言えばよかったの。じゃあ、あー、正解か。わー、なんか新キャラとか、あの、ダラン。え、こんなにキャラ出っ放しなのか。さくらとか出ちゃってる。アムでコフ98の絵が出るような。コフ96は余った。マジで6はギリギリ。あ、やったわ。スカなんて、すげえすげえ。インドラーバーシサッカーブロール、うん。あ、そっか、思い出せた、よかった。ダラン出てきた。ね、ドランがいるんだけど、カレー味になっちゃった。ね、いや、ダランはね、探し枠で終わってたけど。なんて言えばよかったの。え、ダラン知らないんだ。あー、そっか、あの油でぬるぬるする人とは違う人だ。ちょっと待って、俺何言おうと思ったの。なんか、なんたら不思議で買ってなかった、カプコンって。あれ言えばよかったんじゃない。雑い。え、捕まないの。捕まない。あ、これあれ本題ないんだな。そういう車とか壊してた。ダイナマイトでか。ダイナマイトデカ、違う、不思議デカってゲームがブレステにあって、うわー、インドラバシ、マジか。そういえばまだおオウム、オウム、わらわら、ジャスティス学園が好きなんだ。ジャスティス学園は今日ラインナップされております。わらわら、わらわら、サファオメガ、あーオメガ、スモーライダー違う。でん、あ、3つ来た、3つ来た、3つ来たら3つボタンどれ、3つボタンどれ。3つボタンないの。パンチ3つを。ちょ、なんかおかしくなった、おかしくなった。もういい、俺はこの技しか出さん。 R1、 あ、なんだこれ。え R1、 OK。 よっしゃ、来た。2も好き、2か。青春なんたらへんみたいな。これ宇宙の外出るやつじゃないもんね。謎加速です。あ、宇宙外出た、ある意味。はい、あ、おお、嘘。
え、あと1分ちょっと待ってよ、おい、ちょっと待って、おいおいおい、29分ぐらい盗まれた、俺何やってたこの枠、何にも記憶がないんだけど。はい、じゃあ次枠行こうか。なぜそこで宇宙笑い、おい、行って、いや、いた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 、次枠です。ダブルラリアット打っとこう、おい、はい、お疲れ様です。うん、やっぱいいなこれ、なんかレベル1必殺ってこれ以外何あったっけ。あー、まあいいや、これは宇宙出ないから。あ、宇宙これも出、あー、ちょっと若干出た。インセプトンテクの演出はギャラクティカマズナムの作りって言ってたね。マジでそうだったの、そんなとこが元ネタなの。よし、次はくだ。やっぱ一本ずつちょっとやりすぎだな、いつやめないってね。行くぜ、100万台なあ、いやー楽しい、この手応えたまんねえ。ハットでやってこれだぜ。あれ、ボタンがちょっと待って、ボタンってぐっちゃぐちゃになってたんだけど、意外とできる。てかお前なんでこんなん食らい続けてるの。はい、ワンコさん、タイマトさん、ポンチさん、ワンコさん、いらっしゃい。ザンギ動き早いかもな、若干、あ、なんか放送重い。リプレイがあるからな、そもそもな。リプレイがあるっていうだけでも、なかなかの違いがある。スパ4リプレイってないよね。はい、9個目さん、8個目さん、ヒルさん、マイパンダさん、いらっしゃい。ブラッキーロバが出しっぱなしだぞ。ちょっと待ってね。じゃあ、ちょっと見るだけのやつやっちゃおう。これはちょっと怒られるかなー、YouTube にアップしたら。そうだね。ポリゴンだから、せっかくポリゴンだからね。まだやってるのか。まだ終わんない。いや、終わらないよ、まだ。正直言って、あと2枠はかかるんで、覚悟してください。最低2枠。最大5枠ぐらい。やれ、俺次第。そこは。あー、これはこっちか。よし。しまっていこうと。バーチャからバーチャにの進化はびっくりしたよな。あれはほんとマジ腰抜かした。水も一本開けます。マジか、いいね。はい、スカイさんもいらっしゃい。キルス、あ、いた。俺あれオープニング聞かない。まあいいや、あれは今日はいなくていい。俺の中ではプレステの中ではかなりトップ10に入るような好きなソフトです、これは。だゲームはそんなに出来よくないというか、なんというか。よし、よし、バーチャさんから4の進化は微妙だった。いや、2から3が微妙だったね。3、4は良かった。構いなしで話を続けるこの放送。嘘でしょ、いつどこで自信があったんだ。コーヒー入れた。いやー、もういいね。すでに飲んでた、嘘。いや、32X だったら1枠で終わっちゃうからさ。ラピュタ、そうだね。若干、稲のおまわりさんの話。あ、そう、獣タイムだな。地震とかどんな田舎だよ。待てよ。どこで地震があったんだ。また獣。そうだね。バイケモン。これはいいゲームだったな。俺は本当に、猫好きなんで、たまらない。別に猫、獣とかじゃなくて。ちょっと猫、子猫捕まえるとこまでやろうかじゃん。あー、やっぱ若い人だな、それはな。名古屋売れだって。マジか。マジかよ。ゲームを探せば売ってんじゃん。そう、やってる。空とロボってやつ。続編です、あれは。どっちもいいゲームらしいです。買ってない。いや、俺新品で買わなきゃいけないゲームだ。あ、ゼロディバイド。世代がわかる。正直、クラッシュバンディクとか、あとサルゲッチュとかを普通に素直に遊んでる人っていうのは世代が多分だいぶ下だと思う。俺よりはな。モンスターファームとか。25、6ぐらいじゃない？いや、6、7ぐらいか。ちげえじゃねえかよ。もっと上だよ。それ、俺より上だ、むしろ。ザラザラしてんな、男が。これ、左側の声が、ちびまる子ちゃんのあの人。タラコだっけ？もう、死んだ人みたいになってる。結局これ、あ、これ。これ坂本麻也、これはミヤムで、あと誰だろうね。これ誰だろう。西の人。結構声優もちゃんとしてる。いや、これいいゲームなんだよ。ここで急になんかスーファミっぽくなっちゃったけど。クラッシュバンディグーで踊ってた親友を思い出した。びっくりした、死んだのかと思った。思い出したか。
やめるって。気が狂ったように電車で号やっていた鉄っちゃんの父。そっか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 。てかこれさ、メモリーカード刺してあるか。あー、ドゥープリズムとかやろうやろうと思って忘れてたの。いや、びっくりした。最初からか。あ、びっくりした。俺が間違えた。サイバーコネクト。いや、これまだサイバーコネクト時代じゃない？ 2 じゃないんじゃない？まだ2になる前。なんで泣いてるの？あー、これ主人公の声。泣いてなんかないもん。これ、ミヤムじゃない。これあげるから。あれ、主人公の声なんだっけ、この人。桜大戦の大神だっけ。いらないんだ。キャラデザインのノブテルなのか。そうです。ちょっとびっくり。おっさんはスペースグリフォンブフマイナス9が好きだったわ。なるほどな。ゲームショタか。ゲームショタ。ジャンルが細分化されていくな。よし。よく寝た。なんで笑ってん。いいツンデレ。笑。猫っぽいとこ出してきたんじゃね。ま、いいや。今日は久しぶりの休暇。なんでこの音ちっちゅう。たっぷり楽しまなきゃね。いやでもよくできてんだよね、映像とかは。もしもし。え、レサーカの街で黒猫だ、出現。黒猫だ。今動くセリフだわね。嘘。わかりました。左下ポリゴンの方。ちょっと待って、休暇が一ポリゴンは無理だ。仕方ない。ちょっとずれてる。よし、ちゃんと体が一体成形だよね。ああ、なるほどね。ちゃんとなの、それは。空とロボの人？そう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 。空とロボの人だ。あれもね、頑張ってたんだけど、なんかやっぱ、なんかどんだけいいゲーム作っても売れないんだよね。時代とかじゃなくて。時代とかじゃなくて、やっぱ、たくさんの浮遊メーカーと宣伝のお金と、なんだろうな。プレーリーです。部屋とワイシャツとは。あ、出るんだっけ？出たんだっけ？猫人が住むこの大地は、猫人。戦士文明の品、発掘部品が出土されています。このゲームいいゲームなんだけど、めっちゃ安いんで、どこでも。どこでも 100円レベル。貴重な宝であり、それを交易品とすることで、プレーリーが来年らしい。そっか。遺跡と共存するプレーリー。俺予約したか。予約受け付けてなかったっけ。古代人は一体どんな悪い顔してんの。ロボは人取りで直接駆使されたくらいで、特に話題にならなかった記憶が。そうなんだよね。なんか止まってる絵を立体的に見せるみたいな技術みたいなのが入ってて、まあ今でいう土売れに使われる技術みたいな。全然関係ないけど、マクロス F 公式で、はい、あ、そうそう、やっと 見れるな。そうだ、まあな。待てよ、 DS の買ってプレイしたけど正直微妙だった。雰囲気はいいだろう。でもダメだったか。そっか。これね、なんだっけ、ちょっと待って、これアナログスティックいけた。これなんか操作性がちょっとむずいんだよね。F しか見ない。にわかにわか嘘。俺はなんだ、テールコンチェルト時代はサイバーコネクトだった。そうだよね、2がついてない。そうそうなんです。話せた。声は出ない。少年子なんかな。ダイスが乗ってたやつ。え、違う？違う。続編それは。話聞かなきゃだめ。六？魔導ロボだっけ？まあそうか。俺劇場版と2とプラスしか見てないかもしれない。俺はマクロスセブンしか詳しく、あと、アイ覚えてますか？うお、いや雰囲気は良かったし、アニメーションがものすごかったけど、ボリュームとかだな。そういう方か。ロックマン脱破とかワンプロ J を思い出すな。ちょっとね、お話したすぐにエロゲが始まってるじゃないですか。エロゲお前か、ケモナーか。これ面白そうですね。あれ閉まっちゃうのか。初代愛覚えてますか、見るべき。あ、危ない。初代あ、落ちてきちゃった。これ話せって言わなかったっけ。しまっちゃうおじさん。そうそう、転送装置でほのぼのしてんね、曲が。しまっちゃおうね。あれ当たらない。マクロスは2以外全部名作だよ。2って本当にそんな悪い。俺見たことあるけどよく覚えてないんだよ。2は俺があるから、サイバーコネクト2に少し同情しちゃうから分かるんだよな。そうね、俺が欲しい子なのにって。2
俺はセブンが好きなんだよ。みんな優しくしてくれよ。これでいいの？セブンいいじゃん。セブン俺も好きだけどさ、同世代ではもう代表、大不評だった。あ、いや、いたいた。湧いた。子猫が湧いた。夢の世界。捕まった。え、なんで？ダイナマイトって映画？ OVA。OVA って今あるのかな？覚えよう。かわいそうに。ストーリーはアイオボ、アクションがあれ待てーとか言わなかった。あ、言った途端言えやがった。OVA か。どこ行った？ちょっとカメラが閉じ込めよう。いや、これは今別に普通、もっと本気で捕まえようと思ったら捕まえられるから。あ、全然今本気出してないだけ、適当にやっただけ。デルタ。実はモスピーダの方が好きだった。モスピーダの話になっちゃったの。マジか。オープニングたまんねえよな。いやでも、いや、マクロスのオープニングもいいよ。羽田健太郎もいいよ。モスピーダって羽田健太郎じゃないのかな。あれか、超軸要塞シリーズみたいなかったっけ。あのバックトゥザフューチャー丸パクリのやつ。ガルフォースを見てからだな。ガルフォース。初めて見ました。オーガス。オーガス、オーガス、オーガスだ。オーガスだわ。なんかバックトゥザフューチャーの丸パクリと聞いたのに。いや、な、多分手で直せるんじゃない。寝てるやついる。ちくし。許さん。あ、ダメだ。あ、ゆっくり歩き、忍び足は無理だった。アニメ大好きおじさんのオフ。そうだな、いや、世代じゃね。あ、J9 シリーズの新作ってどこでいつやるの。待て、素早い。この音が鳴ったら終わり。正直俺、アニメってニルスの不思議な旅とかぐらいしかよくわかんないんだよね。大人になってからでアニメなんか見るようになった。20歳超えるぐらい。20代、あ、10代後半。アステロイドベルトの。そう。なんだっけ、アウトローも震え出す。ちょっと待って。やめて、人んちだから、人んちだから。盗んだ、盗んだ。あ、これ、事務地？ちょっと待って、待って。いつの桃だよ、それ。新しい方、林原の方。ゲームもわかるし。あ、見たいね、逆にね。ズバッと見て。あ、いや、そっか。あ、なるほどね。ガンダムでも俺あんま好きじゃないけど、ちゃんと見てたら、とんでもない、最終的にユニコーンでとんでもない完結を見てしまって、あ、もうガンダムってもうやばいなって思った。ガンダムはもう一生語り継がれるなって思った。ユニコーンでとどめだったね。あ、一年戦争からの流れがもう、ここまで綺麗に畳み込める。そして、富野が無関係っていう、また、富野そこには関係がないっていうさ、ユニコーンのとどめの見事さ。永井一郎がナレーションをやってることにすら完結し、答えがあったからね。なんなのこの作品って思った。これもう一生作れないだろうって、俺たちが生きてる間無理だろうなって思った。あのレベルの、あの規模の作品はね。そこまでっていう、そこまで落ち着くのみたいな。富野が半券持ってないしな。あ、そうなんだ。そして永井一郎ももういないしな。ユニバーサルセンチュリーはちゃんと全部見てないけど、歌ってない。曲も良かったね。ユニコンキスタはわざとみんなが求めてる作品とずらしてる、うん。あ、らしい。本人もそういう風に言ってるんですか。マーリンエイデン見てからアニメを語る。あ、すごいね。マジで。ネタバレするのがガンダムの悪いところ。それはでも結構特撮ものでもあるじゃん。もう出んのか。これもう名前決まってんのに。あ、そうなんだ。え、そうなの？あ、すげえ。この曲からなんだ。これは俺、いずれやりたいなと思ってるゲーム。銀エイデンは10回派見直してる全110。すげえ！ボリスノーツスター。すーごい、ボリスノーツだったね、今の曲。長すぎるね。まとめて、長すぎるの。3DO 版じゃない。これ、しかもそれじゃない。しかも 3DO でも出そうとしてたけど。富野は出なかった。阪神淡路大震災でね。中止されました。そうなの？一個も何、あれない、中だるみっていうか、捨て替えなし。そうそうそう。すげえ、モーションブラーが。
3DO はロードラッシュ。ロードラッシュマジで見た方がいい人生観ね。マジで戦国ものとかダメなんだよな。これ結局声優が良かったよな。あ、でもやっぱすげえな、ムービーじゃなくてこの映像を作るってすげえ。初心で半剣やつねで。うわすげえな、罪と罰見て。彼らが正義に使ったこれやるために 3D マジか。ところで風の黒の泡まだ。あ、もうあれは今回なしかな。入れられない場合彼らは核を発射する。なんて書いてあった。相手のフレームカクカクの方が雰囲気出てたな。なるほどね。60フレームじゃない方が、30フレームぐらいの方が映画っぽいって。これの振動神が勝ってたな。なんで？今度まあネタバレはまだしないでしょ。まだやってねえから。体験版でやっただけだ。それわかる。振動？ポリスノークのテーマが流れたのか。今なんかそう、なんポリスノークのテーマ。まあ48フレームになるっていう話を聞いてるよ。映画が。倍になる。ひでをしてる。ギリギリのとこだね、正直言ってね。これぐらいがまだ思い出っていうか、あのこう脳内で補正する余地があるかもしれない。うん、振動職人。え、何なの？ああ、はい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 。なんかそういういろいろネタに尽きない、話題に尽きないゲームではあるな。そうだな。このゲームをまだやってないって羨ましすぎる。ああ、すごいね。俺ゲームキューブ版すら持ってるぜ。赤いやつ。俺もね、ポリスノーツもちょっとやりたいんだけどね。ヨネが大好きなゲームだな。この人？あ、ナヤ・ゴロウ。嘘。俺じゃあこのゲームを YouTube 側のあれやろうかな、実況やろうか。ネタバレが著しそうだから。あ、青野武しか。そうか、青野武しだ。あ、そう。メタルギア以前以降でかなり違うってこと。初めて喋ったよ。ドクターアリーもやってたな。ドクターアリー。装備も武器も現地調達。非公式の極秘任務だ。公式な支援は。インパクト、印象的な声だな。青野さんは教育テレビのイメージが強いんだよな。わかる。スネークとかしたよね。教育テレビのスネーク役とかしたよね。あの理科系の番組、理科の。グラフィックすごい。いや、すごいよね。ポリゴンにこんだけモヤモヤをかけるみたいな。探検僕の街だったっけ？スネークって言ったよね。なんか先生役の、蛇の、本当に蛇の先生みたいな。あの、仙人みたいな人。スネークって呼ばれてた。お兄さんに。黄色いロボと。黄色いロボじゃねえ、変な女の子みたいなやつ。このままの状態でゲームを始めますか。そういうことか。いや、これごめん、やらんよ。さすがにやんないよ。俺いつもこれね、エレベーターに乗れずに死ぬから。このボタンなんだよって死ぬから。なんで1はこんなに映像に説得力があるんだろう、ね、あー ?1 だけ？プレステの中ではかなりトップクラスのグラフィックだよね。出し切った感あったよね。だからそういうオーラなんじゃない？メタルスラッグのあのドット絵なんだけどとんでもねえみたいなさ、あの感じなんじゃない？こなれすぎちゃってて、もうなんか、こうなんか変なにじみ出るオーラみたいな。テクスチャーとかすげえセンスあるもんな。ね、いや絵の作り方がうまいよね。手抜き感なし。え、まああとライデンが出すぎみたいなやつ。へえ、妖精さんがそんなこと言うんだったらもう間違いないな。あの妖精さんが塩沢さんな。塩沢さん。手抜きないんだな。手抜きって意外とバレるからな。マジか。にもやんなきゃいけないかな。いや誰これ。いやいいわ。聞かなくていい。やっぱ雰囲気いいな。テクスチャがすごい、うん、スプリンターセルも好き。あ、なるほどな。なんつんだっけあの人。 MSX 引っ張り出した。俺あれ買いたかったんだよ、メタルギア2。買
買いに秋葉まで行ったのになかったんだよ。ディープスロートですか。なのでどんなやつ。サンデー西武の女の子。あー違う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 、あの違う、あのスプリンターセルの主人公なんて言うんだっけ、あの人忘れちゃったよ。それを言いたかった。来年かす時点、動かす時点でか。源田さん、サリッドス、いや違う、サムフィッシャー、分かった、その人。作戦に入る。スネーク顔出してないんだまだ。サムおじさん、顔出さない。俺ここがいつもね、なんか納得いかなくてやめちゃうんだよね。ってなっちゃう。おほほ、しゃがむぐらいでいいんじゃないの。来てねえか、来てねえか。なんかネズミみたいのいっぱいいるけど。ちなみにさん、あんまりちゃん、あれ、みんなちゃん、滑った。これはわかる。滑った。エレベーター登った瞬間テンションマックスになったの。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ああ、やべ、寝ちゃった。なんだよ。スネーク。あれだよね、わら、子供の頃は旋回するゲームと勘違いしてた。なるほど。いやー、これあかん。これいずれやるわ。あるある、笑い。や、あのね、ほふ前進しちゃった。間違って。本当にちょっと逃げようかと、エレベーターまでは乗ろうと思ってたんだよ。予定外だったわ。そう、レーダー見ていったら、トゥルンって出ちゃったんだよ。思って出ちゃった。すごいよね。あそこで死ぬやつがいると思ってないんだろうね。スタックロール終わる前にゲームオーバーする人を見るのは所長さんで2人目です。俺だって前回もそんなんだったよ、確か。ダメなんだよ。だって壁になんかあれ、カバーしようと思ったら、トゥルンって出ちゃってさ、見つかっちゃったんだ。わざとじゃないよ。はあ、ほんとだよ。ひでえスネークだ。スタッフロールが終わる前に死ぬっていう。いや、俺だからさ。タバコ吸うシーンは見れないのかな。ああ、なんか監視カメラのやつとか見るやつだっけ。違う。違うな、きっと。監視カメラじゃなくて赤外線みたいなとこだっけ。いやー、とりあえず見る。あと、こっから先は見るだけだから。何の話してんだ。いやー、ちょっとこれ終わったら一服していいけど、なんか気楽に一服できる場所が近くにあればな。4年地球、4年いねえかな、今日。む。む?お、サウザンドアームズ?サウザンドアームズ、アトラスなんだっけ?違う、なんか一作目?おっと?超?このオープニング見たことある。ドライブ行くしか。そっか、それか。ソウルハッカー。あ、わかった、わかった。ドンキホーテで瓶のコーラを買って、だな。裸になった夢を見た。違う違う、お前か。獣だな。ペルソナ行ったな。豪傑寺だ、きっと。あー、豪傑寺ちょっと今回考えた。ちょっと考えた。村田レンジ好きとしては。これ何子って読むの、これ。そう。そういや、ソウルハッカーズ 3DS で出てたな。ほう。孤島の夢。俺このゲーム、これ系のゲームは、これどこなんだ。蝶々も出てくるしな。俺あれだよ、ストレンジジャーニーが最初にハマったから。瓶コーラ飲みたい。金子さんキャラも書いてんだっけ、これ。ペルソナ3からもう金子色は敵しかいなくなったもんね。金子色のある悪魔しかいない。すげえ、なんか夕闇通りみたいだな。バケツ頭。そうそう。これって見てた方がいいのかな。ちょっとこれ放送でちょっとやった時にやっぱ分かんなかったんだよ。ねえ、炭酸が強いらしいよ。炭酸が抜けないらしい。好きでなければクリアまでは厳しいと思う。何番がいいんだろうね。ダイナソアって PC98 のやつか。ペルソナ3は青い蝶々だったね。はいはい。うわ、マジかよ。俺もメガテンシリーズは筋が書でした。マジで DS のやつ、あれでやっと楽しさが分かったんだよな。だから、今からやるなら PSP 版かな。 PSP 版か。音楽はプレステの方がいいっす。らしいね。サントラ付きだったよね、しかも。でもメガテンは誠が最初。新メガミ転生、メガミ転生、ファミコンがメガミ転生だっけ。デジタルデビルストーリー、あれ 2か。ちょっとあれもファミコンも若干やってみたいな。そうっすね。へぇー。
新女神転生ってのがあるのか。ビジョンをやってメガテンやったら難しかったわ。俺もね、ペルソナは3から始めた人だからさ。やんなくていいか。でもやんない、若干やんない。中島と由美子懐かしい。そうそうそう。ファミコンの最初の劇中島と誰だっけって最近聞いた。あ、そうだ、ファミコンでそんな、まあ、激マゾなの。この感じたまんねえんだけど。ポワッ。ペルソナちょっとやったけど当時の雰囲気が怖くて無理だったわ。ダークゾーンで投げたわ。ダークゾーン。磯の野球しようぜ。ペルソナはメガテンボンシリーズの難易度で心を折らせるための入り口ですから。88のモテレビシリーズは遊べる部類。ええー。物語は小説のゲーム化。そうなの。俺今何を言いたかったんだっけな。ピーゴのマーラ様どんなことになってるか楽しみだわ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。何の話をしたかったんだっけな。元祖メディアミックスになるのかな、あれ。ペルソナじゃなくて、ペルソナじゃない、なんだろう。あ、忘れちゃった。へぇ、なんだっけ。すっげぇ言いたいことあったな。魔界転生、もう出れねえ。魔人転生、魔界転生、違う。魔界転生、魔人転生じゃなかったっけ。違う。誠メガテン1、2の軽文社の攻略本は手放せない。へぇ。なんでもなかなか楽しい。もうちょっとキャラ可愛ければデビ様も大人気に。魔人か。小説と別物すぎて揉めたとかって話なかったってメガテン。わかった。ロンドだね。ロンドじゃデビチルでもね。わら。ギテンじゃない。何転生？何の話しようと思ったんだかわかんなくなっちゃったから、じゃあちょっと元気出すためにこれやろうか。あ、これオープニング歌ないのか。ドリキャス版だけか歌あんの。これ歌なさそうだな、なんか。聞いてみよう。デビチル？デビチル懐かしいな。デビチルも子供にはむずいよね。むずいのかよ。バットオーメン違う。なんでメガドラだっけ？あとくんありがとう。まあどうせ次役もあるよ。あれだ、ソウルハッカーズ。あ、そう、ソウルハッカーズ、わーお。そこそこそこ。ソウルハッカーズ、で、あの、ソウルハッカーズとか、なんだっけ？もう一個あったよね。ソウルハッカーズと、なんかもう一個。誠メガテンの攻略本。サターンプレステのやつ。サターンのやつ。書かれてて楽しい。銃型の。デビルサマナーか。ここまでソウルハッカーズが出ないのも珍しい。そうそう。いや、俺もだからそれを言いたかったのよ。なんかすげえこと忘れてんなと思ってさ。とんでもねえこと忘れていると思ったの。デビルサマナーとソウルハッカーズってあれか。サマナシリーズとペルソナシリーズ。なんか俺全部一緒かと思ったら違うんだよね、スプーキー、お稲荷さん。スプーキー？スタンドとペルソナ。あった、歌あった。歌かな、これ。歌じゃない。あー、はいはいはい。あ、歌あった。ビトーが、ビトーのやつ。音悪く、なんでこんな音悪いんだろう。大きくすると割れるね、これ。カエルの歌から始まる。ジャスジス学園懐かしいな。どこまでもビトーの歌いいんだよ。いいんだよな。明日のジョーだっけ。マジかよ。あ、なかったんだ。さっきちょっとガタガタ言ってたから、タンスの音とか変わるかも。マジ？あ、タンスかも。世代だな。あ、音割れする？これ YouTube 怒られてたの？見えた？見えるかも。おう、最初は音割れしてたけど、なんか特にね、兄ちゃん強いんだ。マジかよ。放送の夢、同じ人事だった。あれ、裏女性そんなだったっけ。出れなかった主人公。カペスいなかった。カペス主人公じゃなかったよね。メガネの白いあれだよね。キャラデザーは、島本和彦がこれだけか。このキャラだけか。これなんだ、あれあれあれ、これディスク1じゃない、やってる。あ、そうなんだ。ちょっと待って待って。なんか危ない、なんか危ない。入った。ゲーセン版違うないこれ。この学園って楽器いくらなんだろうな。これディスク違う、まさか。1ってこれなの。1話はゲーセン版じゃないの。赤字の自分が眩しいぜ。ってセリフ島もとっぽくて好き。わら。あ、これあれだ。ディスクだから高そう。アーケードでハマったな。これにだね。ディスクの、ディスク1が、エボリューションディスクって言って、今みたいなやつ。で、
ディスク2がアーケードディスクだって。じゃあ歌を聴くのはやっぱこの今のディスクで正しいの？戦闘能力で学習やすくなりそう鳴り物入りで入ってくる、入ってくる転校生とか安くなったりする。エレキさんいらして、これ2、そう2とかディスク1だったんだけど、プレステオリジナルディスクだったね。スタグラも好きだぜ。またグラ？スタグラ。スタグラ1どうかな？俺は2は大好きだけど。男塾の学費も気になる。ちょっとねえ、男塾の学費ってな、高そうじゃね？どうしよっかな。ここからは順番にやればいいかな？ちょっと待って、順番むずいぞ、これ。あと1枠で終わるね、これ。次枠で終わりです、今日は。ちょうどよかった。じゃあ次はこれをやろう。よし。オツです。はい、オツ。はい、お疲れ様でした。で運営費稼いで次枠がラス枠。オツでした。学音祭っていうの。オツです。いやー、次枠はちょっとやらなきゃいけないな、これ。一面ぐらいはやらなきゃ。長いのかな、これ。一面敵じゃないのかな、もしかして。練習かもしんない。長そうだな、これ。困っちゃったな。いや、できるはず、できるはず。何かあるはず。でも俺もう操作できないわ。っていうゲームです。ヒューマンだし。あ、もうトゥームレーダー終わっちゃったね。さっき、最初の方に終わっちゃった。次枠です。スパロボ？いやいや、プレステでロボといえばこれ。ちょっと戻しました。早いね。ポコポコ言われた。ラーメン。ジンジャーク。マンドー。はい。いらっしゃい。どうす。スグルさん、赤ひげさん、ワンコさん、ハイマトさん、ミジルさんいらっしゃい。その通り。六個目さん、エレキさん、マイパンダさん、ジェットさんいらっしゃい。違う。まだ入れてねえよ。大心さんいらっしゃい。Z さんいらっしゃい。動画の方では、動画用には撮りました。音。AC じゃない。リモダンディー。そう。リモートコントロールダンディーというプレステのコントローラーを、ロボのコントローラーに見立てて遊ぶゲーム。まあ、言ったら、鉄人28号と、金田翔太郎みたいな。そんな関係性のゲーム。俺たちは金田翔太郎の感じ。で、そのコントローラーがプレステのコントローラーだったみたいな。トマッチンさんありがとう。うん。渦。渦。ワールドヒーロー。渦。そんな簡単ではない。確かそんな簡単じゃなかった気がするんだよな。機械用じゃない。山野さん、山野さんいらっしゃい。そうそう、正義にそうね。その通り。まあ、プレステといえばみたいなソフトラン、ソフト集とか作りてえな。ソフト動画集な。そうしたらもちろんこれは入るし。まあ、被るゲームがあるな。パネキットとかもちろん入るもん、ね。プレステといえばゲーム集はいいね。もう一つ変な、いや、この次にやるゲームも若干プレステ、あ、ゲーセンのゲームだけど。これやったら長そうじゃね。最初は大股歩きになっちゃうのはお役立ち。ああ、いけるわ。ロケットパンチが難しかった記憶があるから。そう、そう、そう、そう。なんかちょっとむずい。なんか条件満たして、なんかボタンを押すとみたいなやつでしょ。いや、たかしさんもいらっしゃい。スカイさんもいらっしゃい。渡辺さんもいらっしゃい。もう覚えてねえからちょっと無理だよ、これ。シンプルシリーズで出しそうなわら。和骨です。メーカーサンドロットなんだっけ、これ。わら。うわ、見えねえ。体をひねって、いてえ。うわーい。あ、コメさんありがとうございます。これ見えねえじゃねえかよ。ちょっと見えない見えない見えない。だいたい見たらサンドロット。ここは一貫性があっていいのよ。そうね、サンドロットいいよね。これ下から上向くときにパンチ出すとアッパー出るとかだっけ。必殺ポーズを決めてから L1、 マジでポーズ決めてから。チェンソーさんありがとう。よろしく。小手半つけた方これからもよろしく。ちょっと待ってね。これね、歩くのも LR。右足を出すのが R1。左足を出すのが L1 とかそういう感じのゲームなんでね。とんでもないんです。歩くだけでも大変。そうそうそう。あれももうちょっと簡略化されてたよね。
ゲームが、ね、うわいいコンボ入った。え、右向くのどうやってやるんだっけ。ちょっと待って、大股で左足を出せばいいのかな。違う、方向転換できねえ。これ好きだわ、笑い。これいいよね。これたまんないよね。なんとも言えないプレステ感もあるしさ。ジェットフック。できなかった。これプレステ1かな。そう、プレステ1ですね。劇団ビームだ、ちゃんと。デューシ。デューシ。ダメだ。今度やるか、放送でこれちゃんと。どうすればこれ方向転換できるんだろう。必殺あるよ、ロケットパンチとか。バルカン。バルカン。他に武器はないのか。そう。あーん。そう、ギガンティックドライブもいいな。どっちをやるか。おおおおお、マジか。この巨大感たまんないよね。いやー、いいゲームだ。サムライド。たまらん。うん。ね、動画シリーズはちょっとこれから、もう、ニコニコはプレステで、どんどん、おびき寄せるから、作るか。あれ、一週間に一作ぐらい出せるっちゃ出せるけどさ。サムライブレードって何？そう、プレ、グラいいよね。グラが適度なのよ、すごく。夏目もね、夏目のポリゴンとかもいいよね。デュクシとか言わなくなった。嘘。嘘。デュクシはたまに変な時出るけど。じゃあ次、ちょっとあんまり評判良くないかもしれないけど、俺にとっては意外とプレステの中では印象的なゲーム。サムライブレード 3D 格ゲーだった気が。サムライブレード、デュクシ、笑い。デュクシ。デュクシって何なんだろうね。何発祥なんだろう。スラゴンクルー、スラゴンねえ。さすがに今回来ねえ。さすがに俺だけのゲームは来ないわ。俺、世界で俺しか楽しんでないゲーム。リアガイズ、そうね。この前やったの。あ、カゲロウ忘れてた。国名感忘れてた。ガボールスクリーン違うわ。太陽の尻尾かも。違う、ごめん。もう最近やったやつはもうやんない、これ。あ、武士道ブレードじゃないのかな。そう、サムライブレードじゃなくて。武士道ブレード、武士ブレじゃね。ファイティングアイズ違うわ。さすがに違うわ。ゴンブトさんいらっしゃい。これです。一人目線のサッカーゲーム。おうおう、正解です。これゲーセンにもあったんだけどね。ゲーセンに置いてあるナムコのゲームってなんかあんまりあれなんだよ。画期的。おう、これね、リベログランデというゲームです。なんて言えばいいんだろうな。一人だけしか操れないサッカーゲーム。ある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 。最近のやつは面白いらしいね。最近やっとなんか盛り返したって。あー、そうそうそう、ちょっと、そういう感じになった。ドッグバンスーキーパイがガップシシマルプロデュースとかアマゾンでプレステゲームさんとら安売りとか情報仕入れてきました。はい。そう、スーキーパイがなんか、もしもしゲームみたいな感じでしょ。サッカーが強い国ってどこなんだろう。日本で行こう。レベルじゃあイージーで。あんま長くやんないよ。あ、ボールクレボタン。なんかどっちもサッカー弱そうな国だな、これ。日本よりさ、アメリカの方が弱いの。ちょっと音量がわかんない、これ。ちょっと待って。ソフトが多すぎて、ちょっと見えない。ダメ。え、このゲームはこうやって一人だけ、選手の一人だけを操るサッカーゲーム。よし。アメリカとは同等。同等。サッカーわかんないよ。卓球ぐらいしかわかんない俺。ちょっと俺に玉くれたらひどい目にあった。危ない。ちょっと遠い。俺の違うところで。俺のいないところでサッカーが行われてる。俺どこのポジションなんだろう。こんなに戻っちゃっていいのかな。多分ダメだね。丸ボタンでダイレクトシュートこと。連打。何の音？無駄にぬるぬる動くわら。そうだね。ワールドカップの実績はアメリカの方がはるかに上だけど、ね。そうなんだ。ってことちょっと。お前たち、しっかりしろよ。10番ハストライカーや。あ、俺10番なの。翼くんだ。なるほど。今度翼くんもやんないとな。10番派2列目当たり。スライディングはボールを持ってるわよ、選手は自分。ゲームに参加できてないんだが。だって次、ゴール際だけなんだもん。何してんだよ。なんで戻すのよ。俺が変なとこにいるから、これ。前出すぎとか。アッソル
トがいたということはナムコか。あ、ナムコです。カミソリ州と当然。カミソリ、本当はそうだけ？体育の授業状態、全然こっち来ないんですけど。ボールグレボテン誰だろう。戻りあ、来た来ない。あー、なんも、あーす。はい。へーへー。ありがとうございます。小林くんがいればディフェンスはなんとかなる。パチパチパチ。わら。終わった。ディフェンダーしてるか。触れなかったな。もう2秒ぐらいしか触れなかった。22人でやるオンラインサッカーゲームくらい面白さが伝わってこない。いや、一人だけを扱うってこういうことだよ。こういうことよ、サッカーゲームでね。ボールが来ないとこでディフェンスしてる中学生。そういうことか。サッカーって寂しいゲームなんだな。早く早くって言ってるから。遠くで見てるから、球をね。みんなが楽しそうにやってるところ。おじいちゃんいらっしゃい。文豪さんもいらっしゃい。ディフェンダーして、あ、そっか。どこまで上がればいいんだろう。今度あるらしく、没作品新ワクワク7の資料とか展示されるらしい。それ何？サッカーはなサンソフトレトロ展って何だ？イメージしかない。何このゲーム？あ、ゼノギアス。ゼノギアスだね。ゼノブレードじゃない。これもいずれやります。これはいつか森を越えたい。これはいつか森を越えるよ、俺は。ついに。98年だもんな。もうセガサターン死んだ年だな。前の続き。サウンド設定。何にもないんだよな、オープニングね。事故があってびっくりしたゲームや。で、そう。なんかムービーっぽくなったよ、画面が。これもキャラの動き好きだった。これ開発どこなんだろう。死んだのが98年だと思うんだ。穏やかじゃないですね。スタートレック、波に硬派。でもなんかアニメのパクリばっかりだって聞いてるよ。面白かったけど積んだわ。積んだんだ。発売日に買ってクリアまでやったわ。ええー。そしてクリアしてもなおオープニングのアニメの意味がわからんという。笑。マジか。これやんなきゃね。ドラクエ4早くやんねえとあれ終わんないぞ、なかなか。あれむずいわ。長いわ、ドラクエ。って待って、穏やかじゃない。葵ちゃんか。エンディングもだいぶ意味わからない。そうなんだ。オマージュ度は高いけど内容はずっしりですね。ロボットもなんか東方不敗のロボットとか出てくるでしょ。また来ちゃった。いらっしゃい。ファンタジーもこういうシークレットファクター路線に行くと思ってたら、ほう、でかい。でかい。スタートレック級なんだよ。都市が1個入ってる。なんかちょっとネルフっぽい。あ、エヴァ、こんなにアニメっぽいの？ちょっとびっくりしちゃった。おい、何年ぶりだよ、これやんの。なんで二重螺旋構造みたいになってんの。プロローグですね。全部繋がってるけど分かりにくい。こんなにアニメっぽいんだ。やべえ、この枠で終わんねえ。この枠じゃ終わんないぞ、こんな見せたら。ちょっと、やりたいゲーム一回でもあんな。なんか結構アニメ綺麗なんだ。エメラダーガスベス。ゼノギアスは話そんな緊急みたいなやつやっていいの？繋がりが未だにわからない。ほう。アンディカートはモヒトで全然違う。エズだったと思いますね。キャラがセガっぽい。セガガガっぽい。めっちゃ動くね。CG 綺麗、アニメ綺麗という。金かけすぎか。チチュ巨大化誰？誰？非常に安定感があるな。ちょっと古くせえけど。サーガとは事実上つながりはないということになってたような。あ、そう。会場の落ち着きっぷり。そうね。うわ、なんかうねうね。俺やった時なんか田舎町の少年みたいな話だった気がするんだけど。こんなん出てくるんだって。これはわからん。なんかピンチです。あ、これぞ OVA のようなね。ファイナルファンタジー7のプロジェクトの裏だっけか。これ、7よりはずいぶん後に出た気がするけどね。ジャイアントロボと鉄人も出てくるような。あー、もうあれエピソード5だからな。わからない。田舎町の少年スタートは合ってる。プロバディスみたい。プロバディスってオープニングに繋がるまでかなり時間かかるよ。マクロスっぽい。マクロス愛を覚えてますかの、オープニングみたいだったね。なんか始まりは
そんなにこんなにごちゃごちゃしてなかったけど。いや、これちょっと近々。近々やろう。やめた。ドラクエ戦、ドラクエ4やめようかな、あれ。この後女性の裸が出たのに、危ねえじゃん。色々とシークレットファクターアニメで見たような感じ。だってもう16分しかないよ。これは全然損はないゲームっすね。始まってすらない。始まってすらなかったな。だけどね、ストーリーは。うつうつ。うつ。うつ？ね。これは2001年宇宙の旅とか知ってるとオマージュわかったり。あ、そう？嘘よ。最近見たよ。最近見たけど、やっぱりあの当時見たかったなって思ったんだね。一応追加、あとね、1、2、3、4、5、6本あるから、じゃ足りないな。ちょっと待って、足んないな。オープニングだけ見ようか。今探したらボンバーマンウォーズとかいうゲーム見つけた。あるあるある。チェスじゃねえか。チェスじゃない。まあまあまあ、チェスって言っていいのか。いや、待て待て待て。そういうんじゃないんだ。おっとおっと、これ見るやつが見たらわかるぞ、これ。所長が全クリしたゲームって何？あ、あの、放送で書いてあるよ。放送で書いてあるのが大体最近クリアしたやつだな。俺しか、あの、ごめん、放送じゃない。あの、コミの詳細に書いてある。コミの詳細とか、コミのページに行けばわかる。なんか出たね、今。なんか今出たね。サンダーフォース5みたいな。頑張れ、いいな。わかったか。え、これでもダウンロードで600円でしょ、今。月になれなかった。わら。月になれなかった。原さんに刺されよう。わかる。靴下フェチみたいなとか。熊本城じゃねえか。刺さるぞ。九州の話なんだよね、これね。九州の上と下の方で値段が違うんだよ、このゲーム。設定は好き。その頃俺、鹿児島で働いてたけど、その違和感がすごかった。わかる、それでも。いや、万人向けじゃないもんね。地元なの？これ、しかもアニメじゃなくて CG なの。怖い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 。いや、俺は難しかったな。猫と目線合わせて、猫と目線合わせていくゲームだったわ。目と目が合う猫。いや、違うわ。本名より先だよ、これ。ねえ、万人向けじゃないよね。ガンパレットで。このゲームはね、結構有名なガンパレードマーチというゲームで。後にエヴァンゲリオン2とか、あの、絢爛舞踏会とか、ああいうゲームになったりとかしてましたね。システムだけね。でもやっぱこれを超えることはない。そうなの。あ、そうだね。人類がもうなんか、ほぼ滅亡みたいな。でもなんか、あのね、このゲームのパクリで作ったのが、これ言っていいっていうか、これ知ってるよね、多分ね。これをね、元ネタで作ったエロゲギャルゲがあって、そのギャルゲをパクったのが、進撃の巨人だよね。もういい。俺は作ってる人から聞いたから、ちょっとあんまり、本当は有名じゃない、有名じゃない可能性がある。一般的には知らない話かもしれないけど。オープニングまでしかもう時間ないよ、時間ないよ、これ。見たいね。バルドフォークス。いや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 、進撃の巨人の元ネタっていうのがあって、それが、あー、落ちた、あー、ちょっと待って、なんでこの画面なの今。進撃はマブラブじゃなかった。今夜はオープニング枠。ちょっと待って。マブラブ。ガンパレはテーブルゲームがうんぬんで友達が詳しいけど、彼女はいつもスルー。オルタの方、作者本人がパクリ元言うとるね。そうそうそう。バルドフォースエグゼ。バルドフォースじゃー、なんだこれ。この説明書なんだ。おい、マジこの、今これから流すゲームの説明書がすげえ難解な構造しているぞ。なんだこれ。何これ、どうやってしまえばいいのこれ。わけわかんねえ。バルドフォースエグゼ面白かったよね。泣いちゃったもん、あのゲームで俺。エロゲで泣くなんてトゥーハート以来だ。それ以外は特にやったことないです。あ、入らない。FF5 みたいな。FF5。ガンパレ右マブラブ右進撃。バルドスカイの方が。らしいよ。いい。ガンパレ。めっちゃ面白かったよね。ファイルバンカー使うのが。そう、いや、あれコンボ考えるの超楽しかったわ。バルドスカイまだクリアしてないわ。バルドスカイ。いや、バルドフォースめっちゃ良かったじゃん。あれ、ずっとニヤニヤできるんだろうな。バルドフォースは、あの、電脳世界に生きてる少女の話とか超よくできてた。
そこに話を持っていくまでの展開とかやばいんだって。持っていたくなるゲームだね。これさ、説明書に説明書が入んない。入ったよ、言ったら入った。なるね、なんかいろいろね。ワールドパレットちょっと難しいよね、癖あるよな。ゲーム的に癖があるからね。うん、あるんじゃない、あるんじゃない、やっぱ人気のあるものからあるよね。今日あれやん、あ、まあやめとこう、時間ねえよ。うん、須田はやっぱ俺キラーセブンがピークだと思うんだよね。あれをピークで、あとはもう本当に作りたいものは作れてないと思うんだよね。あれは須田だけじゃないけどね。あ、花と太陽ね。まあす、うん、できないゲームじゃないけど、ちょっとね。いや、あるんだ。な、全部に関してちょっとつながりはあるんだっけ、これ、須田世界って。俺はもうあのキャラ、この絵が好きだからさ。絵とこの感じがたまんないから。SDK。バルトスカイっていうのが。安定の小安だ。そうだね。ビジュアルの神宮寺かねいね、このシリーズはやりたいと思いながら手を出してない。そうなんだよね、ちょっと後で。神宮寺探偵っぽい。釜安。釜安？勝ちっすか。使い、PS3 か4に落ちてこないかな。キラー7今でもやってる。あ、マジで。コメさんかありがとうございます。もう時間ないぞ。時間ないぞ。あ、頑張りだこれ。これ頑張りだ。島を。早く島、早く島。痛でもいいわ。次。そうだな。ガンガンしまう。しまわないと出せない。これの続編が携帯ゲームで出てたんだがやれなかった。そうなのよ。シルバー事件二十何区だっけ？って感じしている。やべ、なんか俺ちょっと空気感が違うゲームちょっと準備しすぎなんだけど、これどうしよう。これ大丈夫か？はい、シルバー事件でした。早かった。じゃあこっちから先に行ってダメージをでかくしよう。なんか入ってる。ポケ捨て対応が入ってる。これ歌あったかな？なんかあんま好きじゃない頃の歌かもしれない。初期の歌が入ってる可能性あるな。みんながちょっとなんか恥ずかしすぎるやつ。誰が歌ってるのかよくわかんないやつ。ダメージでかいよこれ。道を踏み外した人がいるぐらいのダメージだね。俺は、あの3曲目が好きだな。3曲目が好き。3曲目は好き。1曲目はちょっとあんまり。おう、ベイベー、おう、ドキドキ。俺は大丈夫、俺は道はず踏み外してないから。3曲目のオープニングが好きだな。うわー、バレた。これもう分かるやつ分かるだろ。これ見て分かるやつがいるから、ダメージはある。もうすでにこれ、ズシッときてる、これ。ズシッときたでしょ、これ。バレたー。ケロちゃんね、バレる。オープニング確か入ってた気がする。切った、ほら。っていう時代だったから、もういいだろうっていう時代だったからさ、終わりだよ、終わりだよ。これいいゲームだけど、ここで終わり。これ俺放送で一回すでにクリアしてるから。よし、まあまあまあ、俺は海外ではシャオラン主役で吹いた。嘘、マジでリー君、ちょっと待って。 NHK の全盛期で時間ないよ、時間ないよ、時間ないけど間に合う可能性ある。あと2本ならいけるな、これな。2本にしちゃおうかな。あれとあれ切っちゃおう。オールとかね。やっとみんなにかかってきたわら。OL。OVL。初見さんいらっしゃい。リリース始めたな。初見。ごめん、もう初見ってもう終わっちゃうんだよ。申し訳ない。桜って最初に夜ステージで横スクロールみたいなやつ。そう。ウィンドウかなんか捕まえるやつだっけ？使って捕まえるやつだっけ？シャオラン主役で何するの？ちゃんとアニメの1話目をゲームにしてる。なんか鳥を、でかい鳥を捕まえるやつ。いやー。ここで来てエンジンかかっちゃうからさ。次枠はじゃあただの CM 見ながら雑談枠だな。プレステ CM 見ながら。おい。もういいよ、メモリーカード抜こうも。はーい。はい。いらっしゃい。初見さんも皆さんいらっしゃい、もう。先生ラブ、エグゼ聞きたい。何の話？写真撮影、あれ、俺やったことないかもしんない。限定版持ってるけど。ちょっと待って、しまうよくわかったね。妖精さんがわかるとは。お前ただもんじゃないよ。
とりあえず天中はプレステの中では海外ではすごく評価が高くて、これも面白かった。てかなんかこれを見てメタルギアソリッドかなり方向性変わったと。嘘、それ嘘。ごめん違うかもしれない、目が見えない。あ無理かな。なんかいろんな海外のメーカーがこれを見てあーって思ったらしいんだよね。後ろからだと一冊っていうか一発で殺せるっていうさ。舞台忍び返せ天柱です。天柱は結構でかいゲームだと思うんだよね。綺麗な月じゃん。舞台って舞台なの本当に。うわうわ、ニン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 が来た。やり込んだよね。これ俺これプレステの中では意外とやったかもしれない。そう、立体感もあったし、毒まんじゅうがだんだん泥まんじゅうになるんだわ。唾液とかそれ使い回して血だらけまんじゅう食わせまくり。このゲームはなんかすごいやった記憶があったわ。ワクワク感あったな。天柱さんだ、忍者らしさを影の伝説以来初めて感じたゲームやな。この女は今でもめちゃしこですわ。よしよしよし、もういい。ごめん、もう無理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 。ポリゴン抜けで見つかるのだけが気に入らんかった。うわマジかよ。そんなことあんの。やべ間に合わないかもしれない。よしあれだけはじゃあちょっと今日流したかったやつはなしなしなし、1個なし。1個今回入りきんなかったソフトはサンパギータです。まあヤルドラ1本ぐらい入れたかったんだけどちょっと無理だったね。天柱やっぱいいよね。やっぱり俺だけじゃないよね、天柱好きなのね。天柱は俺本当に世界にも影響を与えたゲームだと思う。ヤルドラが1作目なんだっけと思ってさ、季節を抱きしめてたっけ、雪割りが最後で、なんだっけヤルドラって、なんか最初なんだっけ。天柱は身が一番好き。あ、2なんだ。おっちゃんいるやつだ。なんだっけ、ダブルキャストか。ダブルキャストだろ、最初。そうだ、それだ。カタカナだった気がした。ダブルキャスト、切った。この間かぐあいが。この間、バカ、ちょっと待って。じゃあ、3パーキー、よっしゃ。はい、じゃあ次のソフトも用意しよう。こっちも先にしまおう。力丸、力丸、力ラリアット。音量がわかんない。トバルナンバーワンの方ですね。あれのおかげでいっぱい売れたやつ。で次が最後。もうわかるよねこの流れだったらね。そうなのよ。技術がある者同士だね。トバルナンバーワンのツーはどういう名前で出すんだろうと思ったらトバルツーだと。FF 体験版のおまけだよ。2よりこっちの方が好き。あ、そんと。そうで、じゃあ、ラスト1本どれだ、これだ。なんで飛ばるの似てなかったんだろうな。あ、ナンバー2、そう、しょうがない。名前的にちょっと無理だ。はい、出た。タイトルまで出た。いや、1も入れずじゃねえのかな。いや、なんか武蔵1は入れずじゃないんだっけ。悪口言ってねえよ。トバルとエアガイズクエストどっちが面白い。両方面白い。ナンバー2ダメだよ。1も入れず。確かでもさ、いや、1はね、あれなのよ。丸みがないのよ。なんかバーチャワンみたいなポリゴンで、俺もその印象なかったんだけど。トバル1はなんかいい感じのソリッドなポリゴンなの。あ、そうなんだね。そんなわけで今日の最後はセガサターンがもう負けが決定づけられたソフト。まあこっちではないけどね、これだけじゃない。うわ、ね、ファイナルファンタジー7キロ A。 俺これやいずれやります。近々やりたい。あ、まあそうね。そうそう、いい感じの小ポリゴンなんよ、ね、そうなんだ、ソリッドなポリゴンなんだ。1の方がモーションが好き。ほー、そうなんだ。おまけわけじゃない方、これね。これでもずっとこれ、これずっとこれ、まさか。ちょっとファミコンみたいな音だね。おつなの。おふくろ。とりあえず。あたやるの。とりあえず RTA。RTA やんなよ。普通にやる、普通に。さあ、ようなら。そんなわけで、プレステ20歳のおめでとう放送はこれまで、これにてですね。
いや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 、疲れた。サンバギー大以外はできた。今何時？25分。そうか、スタートボタン押してもいいんじゃない？これでいいんじゃ。もう遅いし。うん。8の方が。あ、ありがとうございました。よければコメ参加よろしくお願いします。あと、小手半もね、適当につけてください。ありがとうございました。お付き合いいただき。こんな感じで。ちょっと